まあ、かなり、ね、厳しいこの練習の中でやっぱり使える選手というのは限られているというのは、まあ、吉田監督にとっては非常に難しい選択にはなっていると思いますが、パトリックは先発2試合ぶりです。サブのメンバーはこのようになりました。ヴィッセルサイドにしてみると納得のいかないようなジャッジだったと思いますけどね。 J1 リーグの第26節、横浜 F ・マリノス対ヴィッセル神戸の一戦がスタートしました。中間にスペースがありました。サイドを変えて左からエーベル引きつけて、この人はミドルシュートもあります。みんな飛び込んでくるんじゃないですかね。遠いサイド、武藤が中で待ち構えます。柔らかいニアヘッド、武藤の前で井出が絡んできました。エーベン、ヤンマテウス、ボールが収まります。ボックス内仕掛けていく、ラストパス振る天野、後ろから松原、触ってます。コーナーキック、ニアサイドにヤンマテウス、ファーサイドを使ってエドワルド、先制 F マリノス。セットプレーで均衡が破れました。足りでしたね。そうですね、ボールの質も非常に、天野のボールの質も良かったですね。上からガンと落ちてくるようなボールで、まあ、ピンポイントであったような形だと思いますけど、はい、エドアルドのヘディングすごかったですね。ドンピシャあった感じですけどね、はい、大迫からジャン・パトリッキー、内側で井出が折り返す、ハイボールの競り合いはファール、ルーズボールで足を出したエドアルド、その後のルーズボール、ここで、ああ完全に後ろからエドアルドが大迫の足を蹴ってしまいました。助走からキーパーの逆をつきます。武藤が決めて1対1同点。落ち着いてましたね、はい、キーパーの逆つきましたけど、あ、そうですね、もう基本的な動きですけど、それをずっとやり続ける、そのためには味方のこうプレーを、ね、予測してポジションを取らなきゃいけないですからね、はい、でその後なんとか守備に徹しようと武藤、井出口、大迫は早めに下げたんですよね。そうですね、そこのところでこうポジションを動かしながらですね、相手のマークを見つかまらないポジションを取っていく。加藤ひじりの柔らかいボール抜け出した天野、チャンスですねこれ。井出、大迫、武藤、右、広瀬が上がってきた、折り返しで大迫コントロールフィニッシュ。いい展開でした神戸。井出、井出口、小藤がスペースをさせてます。井出が効いてるんですよね、いろんなポジションも。間で受けました、武藤だ、浮かせてきました、2対1。我慢もして最後はキーパーイークラの動きを見て流し込みました武藤。これ自陣からボールつなぎながらですよね、うまく中央から右サイドに展開してディフェンスの背後をうまく取りました。再開です。菊池戻ってきます。おお、入れ替わってジャン・パトリッキー、フルー、おー、セカンドボール、体を張りました上島。エドアルド、宮市、縦パス上中、いいシュートですけどね、今よく反転して振り抜きましたね。無理はしません、タッチへ逃げます。追加タイム7分経過。